猫ラジメイクチャンネル。ちゃん、またじゅらっこ何匹来た、あ、大変ってことだよね。こっち向いてどうって顔する。見てるよ、ワンタン。こう眠たいの。こうさんは眠たいのね。やっぱ遊んだから。なんで怒るの？
超ジャンプで来られるようになったの。あれでしょ、仕事させない気満々でしょ。まあしない。モニャンの気持ち悪い足がたまに入る。しかも何今の、何の言ってた。ふーちゃんは昨日お風呂入ったからね、めちゃくちゃ自分の毛舐めたくなっちゃうね。今朝すげえ毛玉入ったしな。そうなんだ。あれだね、ふーちゃんそれにしてもベロ長いね。ふっくんのベロは長いね。それパンって切って食べたら美味しそう。牛タンみたい。ん？そうなの？うん、飛んでますね。ふーちゃん。ここダメだよ。出てきて。ここダメだよ。食物庫だぞ。きなこ。きなこ。汚れちゃうよ。ああ、ものすごいほこりだらけ。やだもうやだ。もしもし。私。早く来て。ちょっと待ってんだけど。あと1時間はちょっと遅いな。仕方ないな。もうプンプンプーンって感じかい。気がついちゃった。大人はね、玄関で美味しいもの食べてんだよ。別にいけると思ってんの。そこはね、ガラスだからね、おじちゃんはいけないんだよ。すごい。いいな。ちょっといけると思ってんな。匂いがするんだ。いかん、いかん、いかん。そしてここ、あー、牛ちゃんがダメだよ。そこは大人なんだ。しんじゃん、マジで。しんが押してっから開かねえな。終わった。2人とも終わってる。焼けてみるか。うん。よしちゃん、残念でした。ウッディ、ほら開いてるよ。そこじゃれる。まだ食べてるじゃん。痛い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 。しちゃったじゃん。なんで開けたの？いや、かわいいなと。いや、そういうことじゃなくない？今、大人の時間なんだから。でもほら、もうチュールは食べたよ。ほら。うん。あ、ほら、すごいいっぱい食べてる。